こんにちは。考え方の角度っていうことでね、動画の方をいただきましたので、私もちょっと考え方の角度についてお話しようかと思います。私たちが、小学校、中学校、高校、大学と進学する中で、まあ、授業ってのがありまして、それに基づいた試験ってのがありましたね。試験では、オリジナリティのある答えを書くというね、答えるっていう、まあ、そんなことはなくて、ちゃんと教わった通りに、 正確にアウトトプットででききるかが求められてきたわけですよね。まあそれはどんな事業に対しても同じでちゃんと教えたことができていますかっていうふうな試験を出す人と答える人との対話だったわけなんですよね。それはまあ入試でも変わらないし入社試験でも変わらないんじゃないかなと思うんですよ。でどこそこの会社どこそこの業界を受けるときにきちんと予習してその会社業界なりのマニュアルを熟読してきて。 どう聞かれたらどう答えるかってものがちゃんと頭に入っていたどうかっていうことが問われていたのかなと思うんですよね。まあですんで入社試験で御社の将来性に期待し自分の今までの能力が活かせるかどうかなんとかかんとかってね模範回答を求められていたわけなんですよ。なんか型破りで破天荒な答えっていうのは別にいらなかったわけなんですよね。まあ一部の業界ではそういう人もいたでしょうけども大体がですね集団で 同じ目的に向かってできるかどうかが問われていたんで、個性的な価値ってのはどちらかというと、マイナスになっていたんではなかろうかと思うんですよ。まあでも、私たちがこうやって今振り返ると、みんなと同じ答えをしたんじゃダメだろうというふうに、今はね、考えているんですよ。でも当時っていうのは、ちゃんと業界対策してきましたかとか、試験対策してきましたか、マニュアルを読んできちんとクエスチョンに対して 模範的なアンサーが頭に入ってますかってことが試されていたんですよね現場でも会社の教えた通りにやることが正解であって自分の発想をそこで発揮しろということは求められていなかったわけなんですよ。というふうに考えるとですねマニュアル人間こそ黄金をつかんだそんな時代があったんではなかろうかと思うんですよ。でみんなが同じような、まあ、ある少年の言葉を借りれば学校に行ったらみんながロボットに見えたって言うけども。 まさにロボット生産装置それが日本の強みだったわけなんですよね。日本っていうのは誰を取ってもサラリーマン誰に任せても同じようにやってくれるこういう風な安心感があったんですよ。わかりやすく考えてみたいんですけどもじゃあね行政の窓口市区町村こういう人たちがオリジナリティを発揮したらどうでしょうか秩序は法やそういったルールは守られるんでしょうか ね、日本全国47都道府県どこで申し込んでも同じようなフォーマット同じような回答が得れるから安定した行政サービスが私たち受けれると思うんですよそう考えたら日本というのは超マニュアル国家だからこそうまくいった高度経済成長もバブルも作れたんじゃないかなと思うんですよそれがねやっぱ個性的な生き方や発想が 苦手なのにもかかわらずそこに重きを置いた瞬間にまあいろいろと壊れだしたのかなと思うわけですよねまあそれが在宅ブームであったり企業ブームであったり IT ブームだったりっていうところで非常にマイナスに顕著にあられてきたんではなかろうかと思います私は私はね思うんですけども軍隊式でみんなが同じことをするからこそ同じような効果が得れて同じような経済成長があったんではなかろうかというふうにまあ 捉えるることともできるかなということなんですよねいささかこじつけ目に出るんですけども同じ現象から違う答えを導き出そうと思うと、まあ、こんな説も出るかなと思うわけなんですよねじゃあこれからですけどもグローバル化が一旦落ち着いてこれから反グローバルこんな感じでね進んでいくかもしれません具体的に言うと日本は海外の工場や海外法人を引き上げてやっぱ国内でね 自分たちの国で生産業務を行った方がいいんじゃないか資源こそは輸入するんだけどもそれもいずれは国内で賄えるように考えていくそしてそうすると国内で生産したものを国内で消費するまあ内需がもう一回こう再構築できるんじゃないかなってことになるわけですよ海外依存をどんどん減らしていって日本は単独でもやっていけるようなね江戸時代の鎖国みたいな時代に なっていくのかもしれませんね。まあそうするともともと日本というのは江戸時代は世界一の軍事大国だった軍事大国だったってことはあまり知られてないんですけどね、そうだったわけですし、まあ実はね庶民に至るまで豊かさが浸透していたという記録もあるんですよ。まあそう考えていったらね、日本たらもしかしたら海外とつながって国境を開いたことによってだんだん衰退していったんだなかろうかと思います。もちろん一部の 二極化の頂点と言われてる人はそのグローバリズムっていうのをね十分使いこなして自分を豊かにすることができたかもしれませんけども豊かさは少数のそういった精に独占されて大部分の人は貧困の道をね今現実辿っているところだと思うんですよだからみんなと同じことができる人がうつ病にもなることなく引きこもりになることもなく職を失うこともなく一定の レベルで生きていくことができるようになればもしかしたらもうちょっとましな国が取り戻せるんではなかろうかというふうに思っちゃったりねするわけなんですけどねまあ捉え方なんですよべてがねどういうふうに捉えていくかなんですよね本当に私たちは自由を扱いきれるような民族なんだろうかとか本当に私たちは海外の人たちと五分でやっていけるようなそんな人徳なんでしょうか人格なんでしょうかっていうことを考えると 日本人は日本人同士で群れていた方がもしかしたらねうまくいくのかもしれませんしオリジナルな発想ではもう自分の人生をまかなえないからみんなと同じ右へ習いの方がうまくいってたんじゃないのと考えることもできちゃったりするんですよねじゃあ今日も始めてみましょうか、えー、と5月4日1時41分いってきます